皆様こんにちは。東京印象館プリンティングディレクター高柳昇です。それでは本日の質問です。絵画作品の印刷における色表現の工夫についてという質問です。東京都の T さんからいただきました。まずですね、皆様よく考えてほしいんですけども、当然絵画、いろんな画材がありますよね。油絵もあり、パステル画やフレスコ画もあり、水墨画もあり、日本画、岩絵の具を主体とした日本画もありますし、いろんな画材があるんですが、残念ながら印刷はオフセット印刷のインク1種類しかありません。ではその1種類のインクでどういろんな画材に対応するかということになりますと、共通点も多いんですが、微妙に工夫が違うところもありますので、その辺も分かりやすく説明してみようと思います。では入ります。まず油絵からいきます。油絵について言うと、当然油絵の絵の具、それとオフセット印刷の絵の具というのは比較的成分が近いですから、オフセット印刷のインクというのは顔料成分がおよそ 25%、 残りの 75% は油成分ですから、比較的組成が近いためにですね、油絵の絵画作品については比較的オフセット印刷は相性がいいです。ところがどこい2番目に来るパステル画ですとかフレスコ画、この辺はですね、当然油成分、絵の具自体に入ってませんから、なかなかオフセット印刷では対応は難しく、工夫が必要になります。その工夫をどうするかというと、撮影時の工夫、用紙の工夫、製版の工夫、印刷の工夫というふうに大きく分けて4つの工夫が見られます。まず油絵ですね。油絵について言うと、あまりですね、この絵画面をライティングで光らせすぎてしまいますと、結構ピカ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 光ってしまって、キャッチライトのようになって、立体感、絵そのもののマチエールは出るんですが、印刷物として若干その光ったキャッチライトのようなものが邪魔をする時がありますから、ぜひライティングで、撮影時のライティングで光らせすぎず光らせて撮影するということが必要になると思います。それと当然どんな画材によっても絵画面の光源ムラ、照度ムラはできる限り抑えたライティングをしてほしいということがありますね。次、今度は用紙です。先ほど言いました、油絵の具と印刷のインクは比較的組成が近いからということで、どちらかというとグロス感のある用紙、まあ、できればマットコート以上、ダルシーコート紙、マットコート紙以上のですね、グロス感のある用紙を使った方がより臨場感、その油絵の臨場感は出るかと思います。それと今度は3番目、製版時の工夫ですけども、やはりどうしても光沢のある、まだ油絵の方が光沢のある状態の絵ですと、光りすぎてピカ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 光りすぎますから、 USM シャープネスについては少し注意した方がよろしいかと思います。それと印刷はですね、若干盛り込んだ赤料紙を作って、少しボリューム感のある濃度の濃い印刷の方が適している場合が多いので、この辺も工夫してみてくださいませ。次にパステル画、フレスコ画です。これがですね、結構皆さんもそのパステル絵の具だとかフレスコ画をこうご覧になると、光沢感がなく、変な言い方ですけどボソボソしたような、こうパサパサしたっていうんですかね、乾いたこう感じを受けると思うんですけども、これをどう表現するかといったらば、印刷のインキは油成分と顔料でできてますから相性が悪いんで、これはこの用紙を工夫してもらうしかないんですね。できる限り光沢、グロス感の出ない用紙をですね、選択していただくということが必要になります。当然製版としては油絵であろうとパステルであろうとフレスコであろうと、これからまた説明申し上げます、日本画であろうと水墨画であろうと、あまりコントラストをつけすぎないということですね。メールもできる限り紙地を抑えて、白いところもできる限り紙地を抑えて、紙地の部分を作らないようにして、暗部の階調も潰さないで製版
して、なおかつそれで印刷をするということが必要になってくると思います。私以前ですね、確かルーブル美術館の収蔵だと思うんですけれども、オデロン・ルドンのですね、パステル画を複製したことがあるんですよ。あの時はですね、紙をですね、ラフグロスファンシーペーパーの中のかなり光沢が収まる紙を使って複製した記憶があります。ある意味ほとんどグロス感の出ない用紙を使って複製をいたしました。過去の経験値ですけどもね。以上で、油絵とパステルフレスコ画の工夫についてです。質問は当社ホームページ、Facebook、そして私の Twitter でも受け付けております。お気軽にご質問ください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。